おはようございます。おはようございます。マイファミリー第9話終了しました。いやーみんな同じ着信音いやそう、まあまあ、そういう設定だ、初期設定だから。すげー流行ってるあの着信音。ちょっとみんなこぞってあれにしてるわけじゃなくて一番最初のもうナチュラルの。いやそうだよ、普通変えるよ初期設定お気に入りの曲とかにはしたりとかする人もいるけど、いいのいいの、いいのそこは気にしなくて。気にしなくていいよ、誰からかかってきてもいいんだよ。あのもう最初の、なるほどね、デフォルト設定ですから。いや9話もうめちゃくちゃ面白かったんですけども、でも何がね面白かったかってね、草壁のね張り切り具合ね。ねえ、ここに来てうち出てきたね、そろそろ俺やばいぞと、出てこないと全然出てないじゃんここまでっていうね。自分勝手に喋ってるわけじゃないのアドリブ、アドリブですごい驚異しちゃってんじゃん、もう草壁がもうこれだから前回の真犯人フラグを思い出させるような追い上げそうですね、まあ、真犯人フラグは常に怪しかったけど、大衆は前にやっぱりね、日野が怪しいっていうあったじゃないですか。それを彷彿とさせるねそうね、草壁がね、喋れば喋るほどちょっと怪しく見える部分は あるんだけど、だけどちょっとそこはもうあれだ、ミスリードじゃないかっていうふうに、もう騙されないよ、まあ、だからそこ、まあ、我々の見解としてはカツラギと手を組んで吉野に鎌かけてんじゃないかっていうふうに思いますけど ね、そうであったら超激アツ展開だなっていう。かっこいいね、警察として。そう2人ともほら成果を上げるために一応手は組むということはね、ファミレスでは言ってたから、うん、だからまだ映像化してないけど第2弾あったんじゃないかなっていう、ファミレスやり取りが、俺鳴沢家追い詰める熱血感でいくから、お前は違う意見を言って対立しような、うん、みたいな。そうね、台本渡して3ページぐらいあるな台本。それめちゃくちゃダセーし、台本が薄いな引っかかる部分としては、草壁があの東堂亜希がただ不倫してどっかで男と楽しくやってんじゃないですかみたいなのをわざとらしく言ったとこ、はい、あそこをやっぱ吉野を怪しんでいて吉野の様子を見たんじゃないかって。かまかけたってやつですね。すごい引っかかって、やっぱりねなんかそういう風に見えるし、草壁も草壁でクレバーな人間ですから、秋だと決めつけるようなセリフも多かったですけど、その中には吉野さん本当はあなたなんでしょっていうところを含まれてるってことね。であってほしい。そうじゃなかったらただ自分が手柄あげたいだけの痛いやつじゃん、何も分かってないで見当違いだから本当に本当の無能になっちゃうからね、それで。そうそうそう、そうなの。草壁の命運は来週にかかってるよ、無能なのか有能なのか、うん、だって本当にこれでさ、全く草壁がさ勘違いしてあんな言い切って強気で言ってたらさ、最終回終わった時に一番恥ずかしい役になっちゃうから、ね、一番恥ずかしいし今後の役者人生に影響がねあるからね、あんな無能だといやいや、イメージがやっぱり。ああまあそうね、ツークール続けて無能はちょっと強気な無能役しか来なくなるからねない狭いよそれ強気な無能役ってなかなか狭いよ。そうね、いや他にもいろんなねいい配役でやってらっしゃいますけども、まあだって大河とか出てますから、ね、結局だから我々の見解として誰が真犯人なのかを一旦決めたいというか、はいはい、決めてそれを軸に喋りたいじゃないですか。はいはい、ちょっとせーので誰だと思ってるか言いますか。そうですね、じゃあ行きましょうか。じゃあ9話終わった時点で我々が思う真犯人は、せーの、わかりません。おいおいちょっとずるいとこ行くだよそれ、一番安牌な答え言うないや島田さんもちょっと俺の様子を見て、よしのみたいな感じでしたそれも成功いいじゃないですか、かっこ悪かったですよ今島田さんの方が無能でしたよ。いやあの自信満々で分かりませんっていう方も、俺はちゃんと芸人としての仕事を全うしましたから今いや分かりませんっていうボケで島田さんに突っ込まれるっていう役目を全うしようとしたのに、島田さんは姑息にもよしのみたいな感じでちょっとこうワンテンプずらそうとした感じがそんなに泳いではない、お笑い界の草壁ですよあなたはかっこ悪いなそれお前それやだな、うどんじゃねえかよただの
やでも吉野ね、吉野これは本当に結構そう思ってる人とか多いと思うんですけど、でももう変に考えすぎずにストレートに言っていいと思います。僕はまあでも吉野以外にも阿久津とかね、怪しいんじゃないかって思ってる人ももちろんいるわけですから、なんで我々がこう吉野だと思うのかっていう、まあ、理由動機ですよね。いやだからまあ今までも吉野怪しいって言ってきましたから、そこをちょっと改めて復習とおさらいとこうなんじゃないかっていうのをちょっと話しましょうよ。だから、はい、やはり日下部が、まあ、吉野に対して、うん、まあ、不倫してんじゃないのっていうのをかまかけてた、まあ、かまかけてたかどうかは分かんないですけど、我々にはそう見えたっていうことなんですね。実際に吉野は東堂亜希と不倫関係にあったんじゃないかと思ってんですね。今回9話もそうですし、やっぱ鍵となるのは、まあ、タブレットにある小春ちゃんのフォルダの中身、悩み相談ね、美咲への、はい、その相談内容っていうのはやっぱりあんぐらいのね、小さい女の子が誰にも言わなくて悩みを抱えるっていうのは、実は、まあ、東堂亜希の旦那トドッチが本当のお父さんじゃないっていうことを知っちゃったんじゃないかな。要は小春ちゃんは不倫相手である吉野の子供だったと。で小春ちゃんはそれを、まあ、悩んでて、で小春ちゃんが知ってしまったっていうのも吉野は分かったわけですね。で不倫してることも吉野にとってバレるとまずいことなので、証拠隠滅のためにこう誘拐を図ったんじゃないかと。自分の本当の子供である小春ちゃんをどっかでかくまって育てている。かくまって、まあ秋も一緒にってことね。はいはいはい、まあ、だからそれぞれのマイファミリーを守るための動きなんだよね。富澤さん、うん、富澤さんで家族もあるから不倫もバレたらとか守るものがあるみたいな。秋は秋で例えばトドッチへの気持ちとか、吉野がほら部下思いの上司みたいなのも描かれてたでしょ今回、5年前みたいな、はい、そういうところ変な気遣いとかが入り混じっての誘拐みたいになっちゃったのかなっていうね。秋は例えばトドッチ傷つけたくないとかさ、それが行き過ぎて今の行動になってるとかさ、だから小春と秋は生きてるってことだよね。そうですね、はい。で報道協定というのを利用して世に出ないようになってると。小春と美咲の親友っていうのも吉野がもみ消してると。そういうことできんのってやっぱ偉い人だもんね、もみ消すの。そうですね、警察内部の。おかしいもんね、あの親友情報が全然出てないっていうのは。だからあと吉野が怪しかったのは、美咲のパソコンとタブレットがなくなってるとかって捜査で分かった時に、吉野がタブレットって言ったとこそんなのあったのみたいな。パソコンはあの2分間監視カメラのね、阿久津家の2分間の間に入り込んで、例えば秋とかが入り込んだのかもしれんけど、パソコンは撮ったけどタブレットなんてあったみたいなリアクションに見えたのよね、はい、はいはいはい、えそっちもあったのみたいな、やべえみたいな、うん、じゃあそっちじゃん証拠入ってんのってなって、で最後のミチルのとこに来たのもだから秋なんじゃないかなっていう。取りに来たのがね。そう、そのタブレットの中に証拠があるって桂木が頑張ってさ操作してさ、日下部に報告して、うん、日下部が指示出して梅木が行くわけじゃん家に。家に来た梅木はあれは日下部からの使者かな。その後ミチルがね裏口から逃げて口元抑えられて誘拐されるじゃないですか。あれの犯人は吉野から連絡を受けた東堂亜希っていうことですよね、うん、そう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 、ミチルに電話した音声は吉野か亜希だね。あれは東堂ではなかったってことですよね。小春さんって言ってたから音声が、小春ちゃんじゃなくて。あとミチルがトドッチって言った時に一瞬間があって、うん、ああって言ったんだけど、あトドッチって呼んでんだっていう変な間だったと思うんだよあれ。はいはいはい、知らなかったからトドッチって呼んでることを。だから一瞬戸惑って、ああ返事したんだと思う。そうっすよね。で吉野が現場に直で行くことはやっぱできないから、警察も来るしね、梅木が実際来てるわけだし、うん、でそっちを取りに来たやつが真犯人だってミチルに思わせて、実はこっちが真犯人ですよってことですよね。そう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 、うん、そのタブレットを取りに来たわけでしょ、証拠隠滅のために。だからしょうもない原因ってことなんよ多分。そのちょっとしたね浮気じゃないけどさを隠したいっていうのが結局理由よ。鳴沢家とか三輪家とかどんどん家族が再生されてね、で東堂も東堂で自分の家族のためにとか、そのマイファミリーのために動いてるけども、吉野はちょっとした不倫を隠すために自分の家族とかを、本当は正直に言えばよかったんだけど、違った形でマイファミリーを守ってしまってるっていう。そうだね、自分とね、自分と自分のマイファミリーだね。
やっぱりね、あの鳴沢温人を中心に描かれてる話ですけど、なんだかんだでどんな理由でも一番辛いの東堂ですからね。これね、どんな理由で何にせよ一番もう割り食ってんの東堂ですよ。いやだから吉野ももともとは部下思いのいい上司で、秋とか紹介されてたのかなっていう、とどっちから付き合ってる彼女いるとかさ、そこで間違いが起きたのかなとかさ、一度きりのみたいなさ、で一個ボタンをかけ違えたりね、階段踏み外すとめちゃめちゃいろんなことが巻き起こってしまうってことですよね、うん、本当にそうだとしたらこの話で5億とか10億とかもう簡単に動くじゃないですか。で本来なれば不倫してしまいました、うん、慰謝料2、300万払って終わる話なんですよね。だけどさっきも言った通り、自分の家族を守りたいとか、自分のその、まあ、地位とか、あんな信頼してくれた部下を裏切りたくないとか、そういうのが変な方向に出ちゃったんじゃない、吉野が。もみ消せる立場にもいたからってことですね。それ思いついちゃったんじゃない、誘拐にすれば世に出ないっていうのをやっぱ知ってるから。はい、私利私欲と権力に溺れた男の末路ですよ。言うねいやでもやり口はやっぱり非情ですよね。子供をさらったり、あとはみちるに対して薬を口に当てるっていうのもね、結構もう妊婦さんですから、まあね、はい、結局は自分たちのあれを守りたいっていう、もうここまで来たらやるしかないみたいになってるっていうことだよね。そうですよ、だって他考えづらいもんな。そうなんですよ、だからまだ阿久津の線は残ってるとしてもなんかちょっとしっくりこないっていうか、もし小春が美咲に相談してた画像が東堂亜希と阿久津だったら結構泥沼化だよね。いやそこはね、親友同士の両親が実はくっついてたみたいになったらだいぶだよね。でもやっぱそうなってくると、やっぱり吉野が謝りに、阿久津家に謝りに行った時の美咲のリアクションがちょっとね繋がらないんだよな。だからその小春ちゃんフォルダーの中は生まれたばっかりの小春ちゃん赤ちゃんと吉野と東堂亜希が映ってんじゃないかなって思ってるんだよね。だからそれを見せてもらった美咲ちゃんは、あ、この人ってなってんじゃないかな。まあ吉野が映ってるだろうな。小学校の時に見せられたので知らねえおっさんだったけど、友達のお母さんと知らないおじさんが写ってる写真にその時は思って、で小春いなくなる、吉野謝りに来た時にあれってそこでうんってなる。で部屋に戻り、小春ちゃんを確認しようとしたら阿久津入ってきちゃって確認はできなかったけど、美咲の中で何かがあの時つながったんじゃないかなっていう。うん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 。例えばあそこに阿久津が映ってたとしたらもうちょっと違うリアクションになるもんね。そうだね、そういう意味でもお母さんを心配するためだけじゃなく、あの脱出劇だったんじゃないかなっていう、うん、そうだね。でちょっと引きずるのかどうかですね、最終回は。見終わった後にすっきりして晴れやかに、ああよかったって終わるのか、ちょっとこう、うん、ロス的なね、めでたしめでたしになったけどちょっとロスっちゃう感じがあるのか、そこもちょっと最終回見どころかなと思ってますよ。まあでもここまで来るともう全幅の信頼を寄せて大丈夫だと思いますよ。安心と実績の日曜劇場ですから、はい、ちゃんとこういやみたいな、真犯人とか動機がみたいにはならないような、しっかりとまとめてくれると思いますけどね、うん、すっきり終わって、うん、おもろかったなって多分自然と言っちゃうんじゃないですか。そうですね、うん、あとみんなで感想言い合えればと思ってますんで、うん、なんて言えばいいですかね、その今からもう本番より打ち上げが楽しみみたいなお前はやり始めのバンドマン打ち上げのことしかも考えてない、曲中もダメバンドマンじゃねえかどんぐらいの感じにはなってますけどね今ね、はい、まあそんぐらい楽しいよ、気分上がっちゃってるよってことですよね、うん、来週って誰か嵐のメンバーとかちょい役で出ないかな。もったいなすぎるだろうちょい役は。いやがっつりの方が嫌だよ、こっからがっつりはおかしいでしょいやまあそうだけど嫌だよ、なんかなんかこういうのってあるじゃん、そういうサプライズっていうか入場出演でさ、はいはいはい、実はあの役通行人で出てたとかさ、あれじゃないですか、その後みんな解決して子供たちみんな家に帰ってきてめでたしめでたしなった後の、まあその家族のその後みたいな感じで、まあ、例えばボルダリング教室のコーチが相葉くんとかさなるほどね、三輪が戦ってる裁判所での相手が松潤とかね、うん、あーいいねいいねいいんじゃない、だからそれで
鳴沢家がまたそれで平和が訪れて海外旅行行ってハワイ行ってそこにいるツアーガイドが大野くん。なんでガイドやってるの。なんでちょっとじゃあそれを言うわけよ実際ギドが。なんでお前ガイドやってんだよ。そんなフランクに。そこはもう役入っててくれよ。とかなんかちょい役でいたらなんかいいじゃんそういうのって、ね、あとは吉野が犯人で連行する刑事が伊達さんとかさ。最後コントみたいになっちゃうよそれ。警察コントみたいになっちゃうよそれ。いやどうなるんだろう、もう終わっちゃうんですよ。だからそうですね、あと1話ですよ。まあ一応我々の考察としては、まあ、吉野で行きたいですね、はい、そうですね、行きましょう。もし違うんじゃないかっていう方いろんな反論は認めます。コメント欄にがっつり書いていただいて構いませんので、うん、ただ優しめに書いてください。歌って弱いのか。人それぞれだと思うんで、やっぱドラマの捉え方は。何頭ごなしは良くない。頭ごなしは良くないと思うよ。メンタルちょっと弱めなの。一応予防線張っといてね、ここで。あら探しは良くないから、ね、別にそんな楽しくさ見ましょうよ、ドラマなんだから。そんなに別に誰に責められてるわけでもないから。そんな必死にならなくていいよ。そんなさ、いいじゃない、簡単なんだから。そんなケチつけることなんて。いつまで言ってんだお前、ネチ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 。まあなので皆さんのね、真犯人予想とか最終回へ向けてのね考察とか、まあ感想とかもいただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。あと今週中にね選手権やりたいですね。ああそうですね、最後になるかもしれないんでね、はい、最終回前のね、その辺も考えていろいろやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。では今回の動画は以上でございます。次回のマイファミリー動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。